これが私だ私の名前は赤松楓今私はようやく私を認識したはじめまして私この狂った物語の主人公さん教室ここどこなんで私こんなところにいるのいつもの通学路をいつものように投稿してたらいきなり車の中に押し込められて助けてって必死に叫んだんだけど 誰も助けに来てくれなくて、みんな見てみるふりしてんだな。世の中はそんなに腐ってるんだなとか思ってるうちに、意識が、無くなっちゃって。えな、なんかやばいよ逃げようえあう、うん。あ、あのさ、あなたたち、誰なのどうして、こんなところに、えあ、あれ子供の頃から暇さえあれば、ずーっとピアノばっかり弾いててさ。 それこそ寝るのも食べるのも忘れて、一日中ずーっとピアノを弾いてたこともあったっけ。で、そのうちコンクールで受賞するようになって、周りの人にも褒められるようになって。ううん。それしか取り柄がないだけだよ。あ、檻壁となってるのえふざけないで。私は絶対に、絶対に殺し合いなんて。み、みんな、え 動いた追加の動機お願いイルマさん私はどうしてもみんなでここから出たいんだよそのためには、イルマさんの協力が必要なのだから、お願いだよお願いします犀ラくんううん。やめないよイルマさんがやってくれるって言うまでは私は土下座をやめないからねずっといつまでも永遠に土下座し続けるからえ本当にあ、本当だ ここなら地下に行く人を見張れるね。うわ、登ってみると結構高いよ。ちょっと、怖いかも。ううん。大丈夫だけど、ところでパンツ見えてないそっちは大丈夫よいしょ。あ、簡単に蓋が外れちゃった。あ、ううん。壊したってわけじゃないんだけど。うーん。ギリギリ通れなくはなさそうだけど、やっぱり厳しいんじゃないかな。 通気口の周りにも本が山積みだから身動きもできないし念のため人が通りにくくなるように通気口の周りに本を積み上げておくよ特に動く本棚を狙うカメラは慎重に設置しないとここにピアノでもあれば君を励ます曲が弾けたんだけどねドビュッシーの月の光とかああいう綺麗な曲がぴったりだと思うんだ水面に浮かんだ月みたいに心が穏やかになれるいい曲なんだけどあ,あ わかっちゃった。実は、私も震えてるんだよね。でも、冴原くんがいなかったら、もっと震えてたと思う。震えて、何もできなかったと思う。私は、冴原くんがいてくれてよかったよ。君がいてくれたから、こうして立ち向かえてるんだもん。冴原くんがいなかったら、首謀者を追い詰めようって勇気も出てこなかったよ。だから、もっと自分に胸を張ってよ。 私は君を信じてるからさ。君も自分を信じてあげてよ。うん。約束だよ。桃田くんに、ゴン太君に、春川さん、茶柱さんに、アンジーさんに、ゆめのさんに、アマミくもは、アマミくん。だから、分かりづらいって。ふ、ふ、わわかったからもういいよもう服を着替えようあのさ、 サイハラくん、さっきの話の続きなんだけどさ、真実を知るのが怖い気持ちって、きっと誰にでもあると思う。でも、真実を見つけた人だけが、その先の運命を選ぶことができるんだよ。何が嘘で何が真実かわからないままだと、何かを選ぶこともできないし、きっと自分が選んだことすらわからないままだと思う。だから、怖くても戦わないとダメだよ。真実と。 君はそれができる人なんだからさそれでも怖い時は遠慮なく他人の力を借りればいいんじゃないかな自分だけじゃなくて他の人のためだと思うともう少しだけ力が湧いてくると思うよ私もそうだったからねコンクールで吐きそうなほど緊張してる時いつも頭に浮かべていたのは私のピアノを聴いて笑顔になってくれた人たちのことだったからさじゃあ行こうか こういう嫌なことはサクッと終わらせちゃおうよもうやめて私は君を信じてるからさ。君も自分を信じてあげてよ。うん。約束だよ。あとは任せたからね。サイハラ君。さようなら。多分、私って殺し合いに向いている性格だと思います。基本的に人のことを信じてないんで。ごめんってことは、見えてたんだね。 始まっちゃったね。ま、まあまあ。まずは話を聞いてみようよ。あなた自身はそうだとしても、あなたを操ってる誰かは別だよね。モノクマを操ってる首謀者なら、アマミ君を殺すことができたはずだよね。とぼけたってダメだよ。あなたたちを操っている首謀者って誰なの絶対に突き止めてみせるからね。ちょっと待ってやっぱりアマミ君は首謀者じゃないと思う。だって、 アマミ君は隠し扉を開けるカードキーを持ってなかったんだよ。もし彼が首謀者で隠し扉に入ろうとしていたならカードキーを持っているはずだよね。首謀者が私たちの罠のことを私たちの罠を利用して。ちょっと諦めるのが早いって犯人が首謀者ってことは分かってるんだし。だったらみんなで協力して首謀者を見つけようよそうすれば殺し合いだって終わるんだよ分かってるよ。 ひどいってことくらい。だからこそ、終わりにしたいんだよこんなひどいことはさ、殺し合いなんてふざけたゲームを終わらせるために、私は首謀者をやっつけたいんだよそのためだったら、私は学級裁判だって利用するよえ私もイルマさんは地下に行ってないと思う。そうだよね、シングジくん。うん。私もそれはないと思う。その根拠だって知ってるしね。あのね、白金さんがコスプレするのって、 フィクションの作品だけなんだって。うん。私もそのキモいブツブツは見たから、間違いないよ。えっと、私とサイハラくんが二人で見張りをしていた時に見たのは、桃田くん、ゴンタくん、春川さん、茶柱さん、夢野さん、アンジーさんに、死んだアマミくんの七人だったよ。ちょっとみんな落ち着いてよ勝手に喋ってたら話し合いにならないって待ってよ、桃田くん いいなくななくっったのって美くんだけじゃないよう、ね、うんあの引き戸からの出入りは無理だよだって AV ルームの引き戸は立て付けが悪くて少ししか開かなかったんだよせいぜい片腕が出る程度だからあそこを通り抜けることなんてできっこないよどどういうことまだゴンタ君が犯人の可能性があるのあもしかしてスクリーンもしかして凶器の砲丸を投げたとかそれに。 あの砲丸ってかなり重いけど AV ルームから砲丸を投げて天海くんを殺すなんてやっぱり無理だよだって天海くんとゴン太くんとの間には障害物があったんだよその証拠だってあるんだよ彼が殺された時に本棚が開いてたって証拠がねほらこの写真を見てよこれは隠し扉を狙ったカメラで撮った2枚目の写真なんだけどさほら隠し扉の本棚が全開になっているでしょで この本棚はここから自動的に閉まっていって、私たちが図書室に踏み込んだ時に完全に閉まったんだよ。つまり、それより前はこの本棚は開いていたってことだから、AV ルームから天美くんめがけて砲丸を投げても、本棚にぶつかっちゃうはずなんだよ。西原くん、どうかしたと、とにかく大丈夫だよまだここからだから諦めちゃダメだってみんなでもう一度思い出してみようよきっと、どこかに首謀者の手がかりがあるはずだよ 例えば、甘水くんが首謀者に騙されて図書室に行かされたなら、甘水くんと誰かが怪しい会話をしているところを見た人がいるかもしれないでしょ他には、首謀者が私と西原くんの計画を知ってたなら、どうしてそれを知ったのかを考えるのもいいと思うし、とにかく、何か首謀者にたどり着くような手がかりを、みんなで思い出してみようよえそうだけど、なんで待って、アンジーさん 隠し扉の中に隠れるのは不可能だと思う。でもね、捜査の時にそれを確認したら、埃は落ちてなかったんだよ。つまり、あの隠し扉には誰も入ってないってことだから、中で待ち伏せしてたとは考えられないよ。えな、何がでも、殺して逃げるにしたって、逃げる姿がカメラに映っちゃうよね。ごめん。あのさ、もう一度最初から話してもらってもいい犯人が図書室で私たちに合流したううん。 それは考えられないよ。ほら、図書室の正面扉に仕掛けたカメラだよ。あの3枚の写真を見てもらえばわかるけど、これは私と西原くんと地下にいた桃田くんと茶柱さんが駆けつけたところ。こっちのは地下にいた残りの4人が茶柱さんの悲鳴を聞いて駆けつけてきたところ。最後の写真は死体発見アナウンスを聞いた残りのみんなが駆けつけてきたところ。で、全員の駆けつけてきたところが しっかりカメラに撮影されてるんだよ。だから、誰かが図書室の中にずっと隠れてたって推理は通らないんだよ。うんうん。いいんだよ。こうやって可能性を潰して真相に近づくんだからさ。ねえ、冴原くん。だけど、あの通気ダクトが繋がってる教室は、私と西原くんが見張りに使ってたんだよ。うーん。それも無理だと思う。犯人が通気口から図書室に忍び込んだ可能性はないよ。あのね。 図書室に隠しカメラを仕掛けたとき、私は念のために通気口の前に本を積んでおいたんだ。もし誰かがあそこから出入りしてたら、本は崩れてたりしてるはずだけど、捜査の時に確認してみたら、本はちゃんと積まれたままだったんだよ。えインターバルねえ、イルマさん。そのインターバルって何初耳だよそういう大事なことはもっと早く言ってえ言い忘れてたそ,そんなことないよ。きっと。 本当に忘れただけなんだって。あの時はバタバタしてたから、それで説明するのを忘れちゃったんだよね。さ、犀原くんか。ねえ、犀原くん、本当にどうしたのちょ、ちょっと待ってよそんなの違うって、ありえないよだって、犀原くんは私と一緒にずっと教室で見張りをしてたんだよその犀原くんが、いつアマミ君を殺したっていうのえな、何が、そ、 それは、ちょっとだけだけど、離れたよ。そ、そんなわけないってサイハラくんが犯人なわけないじゃん感情的になってるわけじゃなくて、私はちゃんと根拠があって言ってるんだよだって、防犯センサーの受信機が鳴ったのって、サイハラくんが教室に戻ってきた後なんだよ。あれはアマミくんが本棚を動かしたせいで鳴ったんだから、その時はまだアマミくんは生きていたはずでしょあれが鳴ったのを一緒に聞いてるってことは、 西原君は犯人じゃないんだよえう,うん本棚に防犯センサーを取り付けたのは才原くんだったけどそれがどうしたのうんしてないけど嘘？待っておかしいよ防犯センサーが動く本棚に仕掛けられてなかったらあんな写真は撮れてないはずだよあれは防犯センサーが仕掛けられた本棚を アマミんが動かしたせいで撮れた写真なんだからさ。とにかく、サイハラは犯人じゃないんだって。絶対に違うんだって。ま、待ってよみんな。本気でサイハラが犯人だと思ってるのねえ、サイハラももんとか言ってよ。どうして何も言わないのご、ごめん。みんなに言いそびれちゃったことがあるんだ。実は、私なんだよね。防犯センサーの受信機を持ってたのって。だから、 サイハラ君が都合よく受信機の電源を切ったりできるわけがないんだよ。あ、当たり前じゃんだって嘘なんかついたって仕方ないし、嘘かどうかはもっと話し合ってみればわかるよ。みんな、お願いだから信じてよサイハラ君は犯人じゃないんだってだから、ここでサイハラ君を犯人にしたら、私たちは不正解になっちゃうんだよそうしたら、みんなは処刑されちゃう。それだけは絶対にさせない私の命に代えても、 絶対にさせないからうん。話し合うべきことならあるはずだよ。もう一度みんなで考えてみようよ。そうだよね。西原くん。だって、西原くんって犯人でもないのに、さっきからずっと黙り込んでるよね。それって、何かに気づいたからじゃないの。それで、無口になってるんじゃないの。真実を暴くのが怖くてさ。やっぱり、そうなんだね。でもさ、 西原君,君は答えるべきだよ君はどんな真実に気づいたの怖がらないで言ってよ君や私だけじゃなくてみんなのためにさお願いだから真実に立ち向かってよフラッシュだよね別の役割か本棚を動かした人物をあのカメラがある位置までおびき寄せるためだよねそのためにカメラのフラッシュを入れておいて あえてカメラに気づかせたんだよ。そして実際にその通りになったよね本棚を動かした天海くんはフラッシュに気づいて隠しカメラの位置までやってきたその時、扉の閉まる動きでもう一枚撮られたのは犯人にとっては予想外だったけどねん何変ってうん分かったよっていうか本当はずっと前から分かってたんだよねだってあのカメラのフラッシュを入れられたのは 一人しかいないんだよ。そうだよね。冴原くん。だからね、この事件の犯人は、ここまで、みたいだね。<laughs> やっぱり、私じゃ無理だったか。首謀者の正体にはたどり着けなかったね。ごめんね、みんな。ごめんね、天海くん。ごめんね、冴原くん。 君がずっと黙ってたのは、それに気づいちゃったからなんだよね。でも、それじゃあダメだよ。私はここで終わりかもしれないけど、せめて、私の思いだけは。君に託すよ、冴原くん。ここからは君がやるんだよ。君が、みんなを守るんだよ。 冗談だって。えもしかして、本当に私が犯人だと思っちゃった嫌だな。そんなわけないじゃん。だって、天海くんが殺された時、私は西原くんと一緒に教室で見張りをしてたんだよ。その後で図書室に行って、そこで初めて死体を発見したんだから、そもそも私は天海くんと会ってないんだって。彼を殺せるわけないでしょ。もう、当たり前じゃん。 あんな重い方眼で人を殴れる腕力が私にあると思う私が叩けるのはピアノの鍵盤だけだよ。ああ、イ原ラ君の冗談でしょ。場の空気を和ませようとしてくれたんだよ。そうだよね。イ原ラ君私があの方眼で天海君を殺すなんて、どう考えても無理だもんね。だったら、教えてくれる私があの方眼で天海君を殺した方法をさ。 私にはアリバイがあるよ。天海くんが殺された時、私は西原くんと教室で見張りをしてたよね。犯人が砲丸を使った場所が重要みたいだけど、図書室に決まってるよね。だとしたら、私に犯行は不可能だよ。それも、西原くん君には、もう分かっちゃってるみたいだね。ねえ、西原くん君。真実を見失わないでね。西原くん君ああ、そっか。西原くん君、私と一緒に通気口を操作してたもんね。それで勘違いしちゃったんだね。 通気口の蓋は私が操作中に閉めたんだよ。だから操作が始まる前は開いていたんだ。嘘じゃないよ。でも、君の推理によっては嘘になっちゃうかもしれないね。お願いだよ、冴原くん。ちゃんと答えてよ。本当はわかってるんでしょ今の議論の中に答えはあったもんね。方眼がどうやって、甘見くんの元にたどり着いたのかをさ。冴原くん、記憶力がいいんだね。 さすがは探偵だよ。まあ、そういうことに、あの時のこともちゃんと覚えてたんだ。さすがは超高校級の探偵だね。ええ信じるって。なんで西原君、まだ私のことを信じてるの。なんでえ、ね。なんでなんでまだ私を信じるのまだ真実から目を背けるつもりなのやめてよ。そんな風に言わないで。お願いだから、 自分のせいだなんて言わないでよ。そっちの方が、辛いよ。サイハラ君のせいじゃないよ。全部、私が勝手にやったことなんだよ。だから、私のせいなんだよサイハラ君、最後に一つだけお願いしてもいいかな、せめて。君が終わらせてくれない最後に、君の推理でこの事件の全てを明らかにして、みんなに納得してもらって、それで。 終わりにしてほしいんだ。それが、私からの最後のお願いだよ。優しいんだね。みんな。私は、みんなを裏切っちゃったっていうのにさ。西原くんやるじゃんさすがだったねさっきの君は、本当に頼もしかったよでも、まだまだだけどね。もっと早く、俺のターンにしなくちゃダメじゃん本気を出したら、君は、 ちょっとすごいんだからさ。ごめん、ね。あ、あれここ、どこえっと、教室あびっくりした。なになんなのパンダが、学園長ちょ、ちょっと待って。いきなり出てきて、意味がわかんないよ。ど、どういうこと 秩序を破るってこ殺すふざけないで人を殺すなんて、そんなことするわけないからえ、嘘でしょ。そんな、死んでるね本当に私たちの中に、はがくれさんを殺した犯人がいるのそっか。じゃあ、そうしてみよう。あのね、桃田くん。殺人現場になった部屋の状況を考えると、あそこでは争いがあったと思うんだ。 そうだよね。東条さん。もちろん、歯隠れさんと犯人だよね。なんで私を指名したのど、どうしたの急に表情が死んだけど、ナイフ歯隠れさんの腹部に刺さっていたのは、ナイフじゃなくて、包丁だった。そうだよね。何にせよ、西原君の言う通りだと思うよ。厨房の包丁は、一本なくなってたしね。えあ、私たちを疑うの私だって違うよモノクマに言われて、初めてあの部屋に行ったら、 はがくれさんが死んでたんだからそ、そんな、えそうだよ。みんなで協力して、この学級裁判を乗り越えようえ苗木さん何か言ったうん。やってみるしかないよね。えどうしてな、何それちょっと待って茶柱さんと夢野さんが食堂にいる間に、一人だけ食堂を訪れた人がいるはずだよ。そうだったよね。茶柱さん。ああ。 来たのが男子だったから、興味がないって言ってたんだね。厨房に入ったのは、葉隠れさんだったってこと。待ってよ私はやってないって苗木さん、日向さん。そう、だよね。私もそう思いたいけど。でも、どうすれば無実を証明できるのか。えな、何言ってるのあのね、私はこの学園で目が覚めてから、死体発見アナウンスを聞くまで、苗木さんとずっと一緒に行動してたんだ。 だから、オーマくんが見たのは前木さんじゃないよ。オーマくんの証言に何か証拠はあるのご、ごめん。自白することなんてないよ。面倒だからって終わらせようとしないで。あそれって、もしかして。あ、う、うん。じゃ、天海く、く、くすぐったい。は、早く。私の心臓の音、聞こえる修一くんのも聞こえるよ。私の大好きな旋律。 どんな曲よりも優しくて暖かくて力強くて私を包み込んでくれて勇気をくれるんだ。修一くんは超高校級のピアニストよりも上手に私の心を奏でられるんだよ。カエーで。本当はね。今日は修一くんから言ってほしかったけど君がくれる勇気があれば私何でもできちゃうから困っちゃうよね。修一くん。 してくれる私が今君としたいと思ってることあそうそう私の名前は赤松楓超高校級のピアニストなんだよろしくねそっかえっともうえああそうだうんうんへえ<ー>よーしあれどうしたのうんもちろんごめんあー、もうえへへうんうんねうんうん ナイスだよはあ、ねえあのねサイハラくん桃田くんゴンタくんイーボくん東城さん私がいいうんはぁ、あ、ーよかった <laughs> そうだよ私はうんだってやめてよそれは違う絶対に生きてね負けないでね私は信じてるから約束だよそうだねわかるよえぇ、ー、うんそうそううんうんそうかなわかるけどうーん違うそうじゃないよ そうかもしれないけど、うん。分かってないな。そうは思わないけど。そっかこれだよ間違いないよそれは違うよそれに賛成だよこの嘘を、真実にこの嘘を真実に聞こえたよこれが私たちの答えだよ絶対に弾けないよその言葉切っちゃうよ繋がったよしまった言っちゃったっうっもう、どうすることもできないの私たちは諦めないまだまだだよね。私たち、連弾の腕前も、 友達とか他にもいろいろだからここから出て一緒に成長していけるといいよねまだ私を信じてるの犯人は間違いなく私なんだよこんなことをする人じゃないって全部私が悪いんだよ私が天海くんを殺したんだよそれがこの事件の真実なのそれ以外の何者でもないの私はひどい人殺しなんだよ私はみんなを裏切ったんだよお願いだからもうやめてよあの時言ったよね真実と戦わないとダメだって サイハラ君はそれができる人だって。私のことを信じてるって言うなら、真実から目を逸らさないで君に、私の本当の目的が分かるのああ<ー>頑張らないと。よや、こんな、ところで。V3